皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の6回目、今回は多項式と数の除法割り算についてお話します。この多項式を数、数字で割る計算除法ですね。これは割り算を掛け算、除法に直して計算していきます。小学校の時こんな計算をしていますよね。6÷2、この割り算は 6×1/2 と、こういう掛け算に直すことができました。後ろの割る数、これを掛け算にすると逆数になると、こういうことでしたね。ですから 9÷2/5、これは9×2/5の逆数は5/2と、こういう掛け算になるんですね。これと同じように考えて計算します。次の計算をしましょう。括弧1、括弧 12x+18y、 括弧閉じ、÷6。この÷6、掛け算に直します。括弧 12x+18y、 括弧閉じ、かける6の逆数は6/1ですから、かける6/1、こうなって、あとは掛け算の時と同じように分配法則をやっていきます。 12x×6/1 足す 18y×6/1、 約分をします。6と12で約分します。後ろの6と18で約分します。そうすると 2x+3y、 このように答えが出るわけですね。括弧2番、括弧 6a-9b 括弧割る5/3、これも掛け算に直します。これイコール括弧 6a-9b括弧閉じ、かける逆数にして3/5、これを分配法則で計算します。 6a×3/5 引く 9b×3/5、 もちろん約分をしますね。6は2になりますね。9と3も約分をします。9は3になりました。数字の部分は 2×5 になるので 10a-3515、 そして文字の b、 10a-15b、 これが括弧2の答えということになります。このように多項式割る数字、この計算は割る数を逆数を使って掛け算に直して計算すると、これを今日は覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。